こんにちは、助産院バブバブ助産師の久子です。はい、私のところには毎日たくさんの手紙が届くんですけど、その中で ADHD、 これね、大人の方なんですよ。35歳の女性、あのママなんですけども、ご本人さんが ADHD、多動と不注意欠陥症候群っていうね、発達障害を抱えておられる方で、あの大人になってもね、発達障害、大人の発達障害とかも今すごい言われてるけど、本当にまだまだ社会の理解がなくて生きづらさを抱えているあの大人の方々たくさんいらっしゃると思うんですね。今一度発達障害がない人たちも、この発達障害、生きづらさを抱えながら一生懸命生きている人たちの思いとかね、その努力とかっていうのを知る一つの機会になるんかなと思って、ちょっとこのお手紙ね、ご紹介させていただきたいなというふうに思います。はい、では早速ですけども、お手紙読みますね。結構長いので、はい、頑張って聞いてくださいよ。久子さん、こんにちは。動画、ブログ見ています。いろいろ勉強になってます。ありがとうございます。私は35歳、2歳の子供を育てている元保育士です。ADHD、グレーの診断があり、IQ は75から80です。これ IQ っていうのは知能指数なんですけど、だいたい平均が90から100ぐらいなんですよ。それが75から80だから、知的障害にはならないけどちょっと低いなっていう感じだね。はい、そのため学校でも社会でも家でも生きづらかったです。保育士の仕事は職場を変えても学校を卒業してから子供を産む33歳まで続けていました。29歳の頃に不妊が分かり、治療のため勤務時間を変更など職場に迷惑をかけてしまったので、追い出されるように退職をしました。妊娠31週まで働かせていただきました。今子供が2歳なので、来年3歳になり、幼稚園か保育園への入園を考えています。そして社会復帰をどうしようかと考えています。子供が体調を崩した時に見てくれる人はもちろんいません。問題は病後児保育かファミリーサポート制度で解決できますが、一番の問題は ADHD の私がどこで働くかです。今まで本当にいろいろありました。小学校3年生の時、クラス替えで仲良しの友達がいなくなり、人と話すことが苦手になりました。小学校はみんなの前で教科書を読んだり、スピーチをしたり、発表しないといけないことが多かったです。私はとろくて勉強もできなくて、声も小さくて、クラスにも先生にもよく思われてないことを子供なりに感じていました。みんなの前でスピーチをするときに、いつも聞こえないとみんなから言われるのが怖くて、勇気を持って先生、大きな声で話せないかもしれません、相談しました。すると先生は、みんな聞いて、何々さんが大きな声出せないんだって、そんなのいけないよねと、クラスみんなの前で私の声の小ささを怒りました。クラスのみんなはもちろん、そんなのいけないと思います、先生とクラス全員から責められ、私は下を向くことしかできませんでした。みんなが、先生が怖くて体と声が震えてしまった時には、みんなに笑われてしまいました。クラスの人にも、震えながら話してておかしかったから、みんな〇〇さんのこと笑ってたよと言われて、本当に恥ずかしかったです。それから場面緘黙症になり、場面緘黙、ある種の場面で全く声を発せなくなる、喋れなくなる症状ね、場面緘黙症になり、いじめもあり、先生からみんなの前で嫌なことを言われることも多々ありました。車酔いがひどくて、バスに乗った時に吐いてしまったことをクラスみんなの前で先生に言われたこともあります。集団が大の苦手で、学校では一人になりたくなくても一人になってしまう、集団の中での疎外感に苦しんできました。学校でも家でも生きづらかったので、私は人の倍以上努力しないといけないことをだんだんと分かっていきました。
いつかは人並みのことができて自分に自信が持てるようになりたいと思いました。保育の学校に行っている時は授業が始まる1時間半前に学校に行き、苦手なピアノの練習をしました。夏休み、冬休み、春休みは保育園でボランティアをさせてもらい、記録も毎日しました。本当に忙しくて1日徹夜することもしょっちゅうあったし、もっと忙しい時は2日徹夜することもありました。課題、グループワーク、作り物、実習、再テスト、再実習、ボランティア、記録、平均睡眠時間3、4時間、徹夜の日々でした。私は出来が悪かったのでどうしても忙しくなってしまいました。ボランティアをさせてもらっていた保育園は母園だったので、私のことをよく知っているところでした。ずっとボランティアをしていたこともあり、情けで学校卒業後はその保育園で働かせてもらえることになりました。 ADHD 社会人として働くことは今までとはまた違った新たな苦悩、苦労のスタートでした。まだ学生で採用が決まった時のことです。私がお酒を提供する飲食店でバイトしていることを知られた時に、保育士としてここで働くなら明日そのバイトをやめてきなさいと言われました。私のバイト先はこんな私でも受け入れてくれる大切な友達がいたし、金銭面的にもバイトは続けたくて、続けさせてほしいことを必死になって言いました。しかしボランティアの記録をたくさんしても成長につなげられていない私だったので、不足している分は何かを失ってでも周りに追いつかなければいけなかったのでしょう。保育とは関係のないバイトをするのが許されませんでした。とても好きなバイト先で私の居場所でしたが、就職先で言われた通り、お世話になったバイトの先の人たち全員に大迷惑をかけ辞めました。居場所も失って、人の倍以上時間も労力も使って成長にもつなげられなくて、自分を変えたくて頑張りましたが、悪循環には終わらず物事はどんどん最悪な方向へと進んでいきました。成長へつなげるため、みんなに追いつけるため、好きなバイト先を辞めて、好きな休みの日はボランティア、研修、記録をして新社会人となったのに、新卒たった3ヶ月で退職することになってしまいました。保育士は目の前の1点だけしか見えない状態ではいけません。目の前、左右、後ろまで意識を持ち続けなければなりません。初めてやる係や委員会やクラスの仕事も、ボランティアや研修期間中、4月就職前まで自分自身で気づき仕事を覚えなければなりませんでした。4月が始まり、初めての係の仕事を先輩の先生に聞いたら、それはすでに知ってないとダメなことでしょと怒られました。初めての委員会の会議に出させてもらった時も、話している内容が全然わからなくて、会議の進行を止めてはいけないと思い、会議後にわからないことを質問したら、それは今じゃなくても聞けることですよね、二度手間になるようなことはやめてください言われ、わからないことがあっても先輩保育士に質問しにくい状況になってしまいました。わからないまま質問できずにいると、先輩の先生に、1年目は分からなくても聞ける立場なんだから、それは何よりの特権なんですよ、私たちは分かっていないといけないから聞くことなんてもうできないんですからね、言われました。この言葉を私は素直に受け取ってしまい、分からない仕事を質問しましたが、すでに知ってないといけないことをなんで今更質問してくるんですか、もっと前に質問できたでしょ、分からないままで仕事してたの、だからあなたは信用できないんです、みんなだってあなたを信用できないです、怒られました。新人は勉強のため先輩の先生に作り物などの仕事をやらなければなりません。特に私は厳しくされていたので、帰る時間はいつも深夜の12時を過ぎていました。私の至らないところが日々の保育の中でたくさんあるので、先輩の先生が園長に私のことを報告するので、園長室で 1、2時間私への指導がありました。あなたのためにこんなに時間を使ってる。これは前に言ったことですよね。たくさんの指導を受けてから、自分の書類や先輩の先生の仕事をしました。園庭遊具は子どもたちが毎日使うので、土や泥で汚れていきます。それを先輩の先生に、汚れてるって分かってるのになんで掃除しないんですかと指摘がありました。すいません、すぐにきれいにしますと掃除を始めようとすると、先生今保育中なんですよ、遊んでる子どもたちはどうなるんですか
と怒られてしまい、すいません、勤務時間後に掃除します。謝り、勤務後に遊具の掃除をしていました。また、先輩先生は早く帰るため、新人は勤務時間が10時間以上の時もあります。特に私は仕事ができなかったので、もっと長く働かないといけないことがたくさんありました。先輩の先生にはいつもみんなに迷惑かけていることが分かっているなら、現場に残って学ばないといけないんじゃないですか？と指摘があり、勤務時間外でも現場に残るようにしていたので、とにかく時間がありませんでした。深夜1時過ぎに帰宅し、朝5時に起きて、当時は若くてもフラフラしてしまい、それも怒られました。仕事が遅い！あなたのせいでみんな迷惑してる！あなたのことは信用できない！あなた給料もらってるんでしょ？他の人はこんなに頑張ってるのに、自分はこれだけの働きしかできないなんてひどすぎる！毎日たくさん怒られていました。できないことがいろいろありすぎて、私のせいで怒られてばかりでした。私はとても忘れやすいので、大事なことは手の甲にメモをして、視界に入るように忘れないようにしていました。みんなやってることでしたが、私は先輩の先生に怒られました。手にメモしてるけど子供だって見てるし、自分で覚えられないとダメです。他にやってる人もいますけど、あなたは絶対にやってはいけません。癖になる前に自分で覚えるか、紙にメモしてもいいから、手には絶対書かない習慣をつけるようにしてください、言われました。しかし目に見えるところでメモがないとどうしても忘れてしまい、迷惑をかけてしまいます。なので絶対忘れてはダメなことだけ手の甲にメモをしてしまいました。先輩の先生には、これはやらないでって言ってるのになんでまたやるんですか、だから信用できないんです、怒らせてしまいました。ある時致命的なことをしてしまいました。戸締まり点検の時に換気扇を消し忘れてしまいました。それからまたあなたのことは本当に信用できないと怒らせてしまいました。職場の園長先生に、あなたは私たちがどんなにサポートしてもできないし、みんなに大迷惑をかけてます、あなたに優しく接してもあなたは将来のんびり働くような人になると思います、そんなあなたの将来を考えただけでゾッとします、あなたには勉強と厳しい経験が必要です、それぐらいしないと成長につなげられないんだから、ボーナスは払うことはできないし、休んでる暇はありませんよ、休暇の日も勉強のために、成長のために、毎日休まずに働いて勉強しなさい、と言われました。休みなしのボーナスなしで早朝から深夜まで働く毎日になりました。私は途中で仕事を辞めてはいけないものと思ってたので、どんなに辛くても言われた通りにしないといけないと思いました。親も弱くてできない私をダメだ甘えてると言ってましたが、この時だけは、これはおかしい、途中で辞めてもいい、もう辞めな、と言ってくれました。確かに実家が貧乏で兄弟も多いということもあって、私がお金を稼げないのは本当に困るのが実情でした。なので職場に大迷惑だけかけたダメな人と一生言われること、偏見の目で一生見られることを覚悟して、新卒3ヶ月で職場を退職しました。その職場全員の新卒や若い先生が私のように厳しくされているわけではありません。どの職場でもあると思いますが、この人には厳しくする、この人には優しくするというのがあります。社会で働き続けていくには、その環境に気に入られるようにすることも必要だったのだと思います。でも私には人によって態度を使い分けるというような器用なことはできません。次の職場では私のできることを見つけ、少しでも役に立てるようにしようと思いました。子供に気に入ってもらえるような手作りのおもちゃ、テープサート、パネルシアター、絵本、折り紙をたくさん作り、手遊びもたくさん覚えました。私は虫が苦手ですが、子供の喜ぶ顔がとっても好きなので、そのためにセミもバッタも捕まえて子供に渡してあげました。子供とは楽しく遊べたし、私の手作りも気に入ってくれて、クラスがバラバラな時も手作りのものを使えば集中して見てくれて、子供をまとめることができました。でも大人の世界ではなかなかうまくいきません。保育園でお迎えが順次来るので、手作り絵本を読んであげる最中にお迎えが来ることがあります。そのため、あの先生手作り絵本とか読むから子供が帰りたがらなくて困る、途中で見れなくなる子がかわいそうって思えないのかな、言われましたし、先生っていろいろ作ってますけど本当に時間があるんですね、とも言われました。
子供には気に入ってもらえても大人には迷惑になってしまうのは私が細かいことに気づけなかったり空気が読めなかったりして大人にとって都合の悪い時に使ってしまっているからなのかもしれないと思いました。なのでいつ使うのが誰にも迷惑をかけない時なのかわからなくて手作りを使わなくなり子供に先生の作った絵本が見たいと言われても今やったら他の先生を困らせることになるからできない。ごめんね。今やっても大丈夫な時かわからないからできない。ごめんね。と謝ってしまいました。私がちゃんと空気を読めれば子供にも大人にも嫌な思いをさせることがないのに、どうすれば私は成長できるのか、どうすれば人並みに追いつけるのか、毎日考えました。明日こそは今日できなかったことをできるようにする。明日こそは気をつけるようにする。明日こそはと毎日思いながら働きました。でも私の成長はやっぱりゆっくりで、なかなか変われないのを努力不足と言われることがたくさんありました。たくさんの時間をかけて睡眠時間を削って自分なりに頑張っても衰退していっただけで成長につなげられないことがいっぱいありました。時間はあっという間に過ぎ私はもう35歳です。不妊治療を経て今子供を33歳で出産し社会から離れました。穏やかな世界です。圧力も冷たい視線も冷たい空気も理不尽もありません。何が正しい何が間違ってるという人によっての違う基準に振り回されることもありません。本当に貴重な時間です。子供が3歳になるまであと1年あります。いろいろ調べてみて今までとは違うところで働いてみてそこがやっぱり合わなくて居づらくなったり弾かれる可能性はあります。それは今までの保育関連の仕事も同じです。でも保育関連の仕事は経験があります。関係性を作れば子供をまとめることはできます。書類など提出物の期限は必ず守っていました。一番問題なのは変わりやすい状況に柔軟に対応することができなくて集団で仕事をしていく中で空回りをしてしまうことです。保育現場特に行事の時などは聞いていないことや聞いていたことと違うことがたくさんあります。柔軟に空気を読んで対応することができず前はこうだったけど今は知らない間に変わってるということについていくことができなくてよく間違えてしまいます。また決まりきっていないことがたくさんあって各自で自分なりに判断しなければいけないこともあります。その時は私はずれたことをしやすいです。健常者はアクセル、ブレーキができて状況が変わりやすくてもわからないなりに馴染むことができるんだろうなって思います。健常者の方も間違えることはあってもミスが目立たなくて私のように咎められることはあまりないです。私はどうしても変わっていて浮いているので状況が変わりやすい環境に馴染んだりその場のカラーに合わせていくのが下手で不自然です。頑張ろうとするのが空回りして悪目立ちしてしまいます。判断力、適応力、洞察力これがなかなか伸びません。これは保育関連の仕事だけではなくどの職場でも共通していることだと思います。仕事はほとんどが集団で行うので様々な人たちの中でいろんな考え方の中で理不尽に振り回されながらも順応していくことが必要なんだと思います。それは健常者の方だって難しいしすごくストレスを抱えながら頑張ってるのだと思います。健常者の方でも私と同じように集団が大の苦手という人はたくさんいると思います。みんな気を使いながら頑張ってるのでそんな中で空回りしていたらイライラさせるのは当然だろうなって思っています。家庭でも ADHD の特徴はもちろん出ます。なくしやすいし忘れやすいし目に入った家事をからやってしまうので他人から見たらもう効率が悪すぎてイライラさせてると思います。そんな私なりにも毎日の掃除機片付けは欠かさず家の清潔はある程度保っています。料理は苦手だからインターネットでレシピを調べてレパートリーを増やしてだけど覚えられないから全部メモに残して平日は毎日できるだけ頑張って料理も作っています。食材も買いすぎないように1週間のメニューを事前に考えて必要なものを明確にして無駄に買わないように私なりに専業主婦を頑張ってます。で、片付け、料理、家計のやりくりは苦手ですが家庭は職場のような集団とは違うので自分なりのペースで克服できたと思っています。私なりに家のことは回せてると思いますがそれができるのは家は自分のペースが成り立つからです。
私は ADHD だから仕事は選ばないといけないと思います。自分の働ける場所の範囲で ADHD を受け入れてくれるような仕事に出会える可能性は低いだろうなと思います。発達障害に苦しんでる大人は他にもたくさんいらっしゃるので、実際に職場に発達障害があることを打ち明けて働いていた人もいましたが、やっぱり弾かれていなくなり、いられなくなり退職していきました。発達障害と付き合いながら働いて生きていくことは本当に難しいし、働かせてくれるところも限られていると思います。変われない自分にも問題がある、なんだろうなと思います。何事もほどほどにという言葉がありますが、そのほどほどにができたらどれだけ楽になれるかと思います。自分でも本当に嫌なんですが、極端というところも本当に直せません。私なりのほどほどはサボってるように見えてしまうし、頑張ると融通の効かない空気の読めない空回りなんです。どうしても子どもや保育の仕事が好きだから、最後に一度だけ保育関係の仕事をしてみようかなと思ってます。これで最後にします。自分にとっても社会にとってもいつかいい答えが見つけられたらと思います。長いのに最後まで読んでいただきありがとうございました。ほんまに長いほんまに長いですけどね、これがねやっぱり発達障害の今の日本の現実なのかなって、このお手紙読んでね、なんかもうね胸が熱くなりましたね。うちにも発達障害のななちゃんがいるんでね、ななちゃんもすごい成長とともにどんどんできることが増えていってしっかりしていってるけど、でも社会に出るっていうのはこういうことなんやろうなってめっちゃ思いますよね。もちろんそういうことにこうね、優しく受け入れてくれて、それを認めてくれる職場っていうのもたくさんあるんだろうなとは思いますけど、まだまだ今の社会ではそういうわけにもいかず、こうやって大人の発達障害でね苦しんでる方々たくさんいらっしゃるんだろうなっていうふうに思います。私がこの手紙を読んだからって何かが変わるわけでもないかもしれないけど、ただみんなにねほんまにこうやって生きづらさを抱えながら一生懸命ね生きようって頑張ってる人たちがこの世の中にはいっぱいいるんだよっていうことをね知ってもらいたいなっていうふうに思います。今中学生の統計では全中学生の中の26人に1人が不登校だとも言われています。でその不登校の内訳っていうのはやっぱりそこには発達障害っていうものが隠れてるっていうのもねすごく言われてます。って考えたらね、もう25人26人30人に1人ぐらい、それぐらいの比率でこう発達障害っていうのは私たちの身近にあるわけですよ。みんなそれぞれ忘れやすかったりとか、人の空気が読めなかったりとか、ね、人の言うことを真に受けてしまったりとか、いろんな生きづらさっていうのを抱えながら生きてる人たちがそれぐらいの頻度でこの私たちの近くにはいるわけで、そこに対してもっと私たちこう低型発達の人間たちもね、あったかい目を持って、そういう人たちが本当に身近にたくさんいるんだっていう、そこを思いやった対応できるような人がね一人でも増えてもらうことで日本の社会は変わっていくやろうなと思います。もちろん会社の立場から言うと、でそういう発達障害、うちのななちゃん自閉症スペクトラム障害で、この方 ADHD でこういうものを持っている人を職場で受け入れるっていうのはやっぱり仕事が回っていかなかったりもするし、会社的にはそらイラッともするやろうなっていうのもわかる。だけどその中で少しでもこう愛情と配慮とっていうのをね、私たちみんながちょっとでもこう意識をするっていうことをするだけでも、きっと生きにくさっていうものが解決していったり、この日本の国の自殺率とかうつ病の発症率とか、そういうものもね減っていくんだろうなっていうのはすごく思います。はい、でもね今お手紙を読ませてもらったんですけど、この方IQ も少し低めだしね、知的障害ではないけど70から80で少し低めだし、平均よりで ADHD を持っていらっしゃるっていうことなんだけど、今の手紙見てちょっと感動しませんでした。文章力やばいよね、すごいよね。私文章力のその伝え方、表現力抜群だなと思いました。いやこの力は絶対どっかで生きるとまず思いました。そこら辺のママさんたちよっぽど表現力ある、文章力もある、これは能力だと思います。こうやって素敵なところあるんやから、苦手なことばっかりじゃないよね。これをこう見染められてね、何か伸ばしてもらえるそういう場所に出会えたならば、きっとこのお手紙の彼女はすごい人生が開かれるやろうし、みんなこうやって苦手なこともあるけど得意なこともあるんだよね。
そこに着目できる、私もこれからいろんな人に関わる中で、その人その人のダメなところよりいいところっていうのを着目して、そこを認めてあげて、もう尊敬してっていうような、そういうことができる人になっていきたいなっていうふうにこのお手紙を読んで思いました。もう一度保育の仕事、私も頑張ってみてほしいなと思う。でもみんながみんな社会はそうやって受け入れてくれる場所ではないですね。それもよく分かっていらっしゃると思うんで、やってみてダメだったらまたその時に考えようよ。でもきっとこの動画を見てくれてる人たちはみんなあなたのことを応援してくれてると思うよ。ぜひね、皆さんコメントでこのお手紙のママさんを勇気づけてくれるようないいコメントをたくさんお願いしますね。それを読むだけでもきっとこのお手紙の彼女だけじゃなくて、同じように大人の発達障害で苦しんでるママさんたち、すごく勇気と希望を与えてもらえると思います。こんなに世の中には応援してくれてる人がいるんだよ、理解しようって思ってくれてる人がいるんだよ、人間社会って捨てたもんじゃないよねっていうのを、どうかコメントで残していただけたらなっていうふうに思います。はい、12人産んだ助産師久子の子育てチャンネル、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。笑顔で子育て、応援したくて作っちゃいました。バブバブストアは概要欄からどうぞ。頑張らんで適当で。